皆さんこんにちは。島ニュース&リポートです。今回の島ニュース&リポートはサミット給食と島ラブ給食についてです。それではどうぞ。7月6日木曜日、島市で開催された G7 三重伊勢島交通大臣会合に合わせて、市内の小中学生に国際理解、国際交流について認識を深めてもらうためサミット給食が実施されました。第5弾はカナダの郷土料理サーモンのハーブ焼きが出され、島小学校では生徒たちが美味しそうに頬張っていました。なんかサーモンのハーブ焼きっていうのを口に入れた瞬間になんかハーブの味が際立ったっていうか、まあ一気に口の中全体に広がって美味しかった。วันที่เปิดโรงเรียนวันแรกครับแล้วกินอาหารโรงเรียนวันแรกอร่อยมากครับ香りが良かって口の中に広がったところです。なんか感触が美味しかったです。レモンの香りがしてとても美味しいと思いました。サミット給食は次回が最後で、ドイツの郷土料理カルトッフェルズッペやシュニッツェルなどが出されるということです。7月7日金曜日、大王小学校で島ラブ給食に合わせて生産者交流会が行われました。島市では平成30年度から毎月1回島給食の日を設定しており、令和5年度からは島ラブ給食と名前を変えて、市内で生産収穫される食材を使用した給食を提供しています。この日はオクラの生産者である川口俊夫さんがオクラの生産方法やオクラの豆知識などを児童たちに分かりやすく説明し、島市の出荷量が県内1位だと分かると、児童たちからはすごいなどの感想が聞かれました。給食の時間には児童たちが美味しそうにオクラを使った七夕汁を頬張っていました。あんなに頑張って作っているので、みんなも残さず食べてほしいです。僕はオクラが昔嫌いだったけど、この七夕給食を食べて好きになったから、食べれば好きになれると思います。